いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県備前市の小林消防設備の小林です。今日は P 型2級受信機5回線と小型総合板、こちらを接続してですね、自動火災防止設備のシステムを施工していきます。なおですね、受信機から小型総合板、小型総合板から小型総合板の配線はこのですね、HP の耐熱配線使っていきます。感知の線はですね、二芯のこちらの線を使っていきます。じゃあ施工していきます。この赤白をですね、ベル線にします。こちら赤白です。紫を応答線にします。青白をですね、ラインの位置と顧問にします。緑白をですね、ラインの2と顧問にします。黄色白を、表示灯線にします。赤白ベル線、紫応答線、青白ラインの1と顧問線、緑白ラインの2と顧問線
で黄色白が表示当選。これですね、9本の線、9芯ですね、こちらをですね接続していきます。こちらも同様に処理していきます。赤白ベル線、紫応答線、青白ラインの位置と顧問、緑白ラインの2と顧問、黄色白表示当線。赤白ベル線、紫応答線、青白ラインの1番と顧問、緑白ラインの2と顧問、黄色白表示当選。これでですね、感染となる方を向き終わりました。この感知規制、そしたらですね、まだ施工していきます。